手が開くってびっくりしましたね、今更ですけど。そうですね、珍しいですね、手が開くって。そうですね、うん、大抵だったらこうもうこのグーの状態、剣差し込む感じですよね。そうですね。であれですよ、あのガオレンジャーのあたりだとここも顔なんですよ。あサメとトラの顔で口をこういう感じのこれでだからもろ剣を持ってますっていう体で、うん、やっぱりこれもあれなんですかね、その今若干ちょっと執念の感じもあるじゃないですか、46ですけども、はんはん、まあ執念は主にこの前の全カイジャーでやったんですけども、まあ、あの変身しますしね。そうです、うん、歴代のやつにこう、うん、アバターチェンジできるじゃないですか、うん、そういうやっぱちょっと若干執念っぽいところもあるじゃないですか、うんうん、執念みたいな感じでそれを記念してやっぱりこれぐらい大きくした、物価がっていう時代に、ね、あ確かにね、あえて出してみよう、うん、でこういつもよりも豪華なものを作っちゃうっていう。ちなみにこれ箱これぐらいじゃないですか、はい、今までどれぐらいだったんですか。こんなにないですよ。このぐらいじゃないですか、普通の箱って。あそれぐらいですか。このぐらいみたいな。だいぶじゃあでかいんです、ね、うん、びっくりサイズですよこれ。例えばお子さんが持った場合もう抱える感じになるじゃないですか、うん、きっと。そうですね、対象年齢3歳以上ですから。3歳なんてもう、こうかかる、ね、でもこのサイズだと我々もある意味ちょっと抱える感じになりません。そう、やっぱりこれ持ってレジまで行くときちょっと嬉しい豪華な感じで売り切れてたんですよずっと。あので、あの予約もだってすぐなくなっちゃって、これ予約販売が限定のなんかついてて、メダルが。ああ、はい、それぐらい人気なんですかねやっぱり。そしたら神戸行ったときに、はいはい、トイザラスあったんで、はい、見に行ったらたまたま2個だけあって、はい、これは今買うしかないんだ神戸で買ってきた。神戸で買ってわざわざ神戸に行った時にたまたま反転する息子に電話して、はい、あの買ったからって一応あの開けずに持って帰ってあげるからそうそう、あ息子さんも一応買う予定ではいたっていう、まあ、欲しいって言ってて、そこでもしかに連絡しなかったら帰ってきたらあれもう一個あるそうそう、もう買うっていう話にはなってて、お金も多分渡してあったんですよ。ああそういうことですね。だからあの被らないように一応連絡して。顔もかっこいいですよね、なんか渋いというか。そうですね、強さ強いですよね、うん、まあ強いですね、無敵ですね今のとこ全然、うん、顔面が無敵ですよね。そしてこのドンブラのおもちゃって、はい、箱がかっこいいっていうか絵なんですよね。プラモの箱みたい。この前言ってましたね、うん、何でしたっけ、もう一個の最初にドンモモタロウがジュランと一緒になってあの時も確かこういう絵だった。そうそう、あれもだからあのバイクだけのやつと、そうそう、うん、絵だったんですよ。いやあのかっこプラモみたいだなと思ってたら、またこれもしっかり絵で、うん、絵はいいですね。今までは写真か、もしくはもうこっちのね、こういうこの5人のやつとみたいな、はいはい、こんな感じは初めてですよね。力入れてますね、うん、すごく。あのおもちゃの話になると、はい、箱って何ていうんですか、こう箱があって、ここにこう上に箱の上にこうピロンってこういうちょっとついてて持つとこみたいな。あ、はいはい、でここのここになんかこう書いてあったりとかっていうのが、多分ルパパトぐらいの時からこうなったんですよね。裏になってて、要は箱が大きく見えるみたいな。あ、はいはい、箱があってこのこういう感じ。あ、なるほど、はい、であのこっちこっちこっちみたいな、うんうん、そう、あれがアイディアだなと思って。要は裏じゃないですか今は。それまではこのなんていうんですか、ヒレじゃないですけどこういうのがあって、はい、で 裏面にそういういろいろ情報が書いてたんですけど、はい、こっちを表にしたっていう、そのルパパトのおもちゃって、さっきはビローンって出てる部分にそういう説明とかいろんなものを書いたっていう、そうそう、ジャケットがこっち側になってるみたいな表面が。それは一つのアイデアですよね。あれもあなるほどなとおもちゃ屋さんで思った気が。今年はこんな感じできたかと。でもね、もう戦隊のロボをまた買うとは思わなかったんですよ。いや前買ってたのはそれこそ子供が小さい時だから、はいはい、あの
切り5音ぐらいまでだと思うんですよ、はい、まあでもあれは買いましたね、5回は買ったけど、はい、でそれ以降まさか次にまたね戦隊のロボット買うとは思わなかったんですけど、これは買いだねってなりましたからね。じゃ久しぶりに買った感じですか。久しぶり5音から、5回から5回以来ですね。だいぶじゃあ10年ぐらい、うん、10年ぐらい空きましたね。あのだってライダーのベルトの方が欲しいになってた、向こうは子供らは、うん、でもこれはもう満場一致で買いましょうだったね。あれも買いましたもんね、確かあのドンブラスターも、うん、ドンブラスターはあのあれです、息子が自分で使ったやつですけどね。これはあのお金出しましたから、ね、あの家から、まあ、これはあの一応所有権としてはあのうちのものですから、そうそう息子のやつじゃない、一人のものではない。あ、うん、高松家のもの、共有財産です。共有財産。玄関に飾っていただきたいですね。ずっと今テレビのとこに飾ってある。テレビとこですか。今日なんかあのここがここに紐つけてあって、はい、で壁からこうやって吊るされてました。吊るされてた。そう、タイタンソードを買え買えと。あ、なんかタイタンソードがなんか CSG でしたっけ。そうそう、大人用のやつがなんか出るんですよね、うん、でかいみたいですね。いや、タイタンソードですか。そうそう、まあ、それは欲しくない くはないけど、うんうん、それはもう自分でバイトして買ってください。あの前聖剣買ったって言いましたよ、うん、あれは大人用なんですか。あれも CSM ですよ。あ、そうなんですね。あれもあれよりもでかいらしいです。ああ、もうそうですよね、うん、タイタンソードです。タイタンソードはなぜでもタイタンソードなんですかね。ね、あのなんか変形とかでそのサイズにならないやつをメインに作っていくみたいな、うん、ああ、はい、例えばですけど、あの電王の電ガッシャーとか。あー、はい、電ガッシャーって普通のデラックス版のおもちゃだとどうしてもこのサイズ感に違和感が出るじゃないですか。確かに。例えばアックスになった時とかってどうしてもここちっちゃかったりとか。確かに。そういう系のものをもうそのフォームだけで作るのかなっていう話をしてましたけどね。ああ、じゃないかなという。電ガッシャーをでもそういう CSM で出したらすごいでかいんじゃないですか、やっぱり。アックスのやつなんかかなりでかいでしょうね。そうそう。ロッドは絶対無理ですけどね。ちょっと前にあの仮面ライダー展あったじゃないですか、うん、あそこにもその電、うんうん、あれ電ガッシャーでしょ、うん、電ガッシャー見たんですけど、でかっと思って、はい来ました、箱どれぐらいっていうのあるんですよ、ね、ロッド系は無理でしょうね。確かに。例えばクーガのドラゴンロッドでも一応収めることはできますけど、うん、なんだかんだ長いじゃないですか、うん、そして本物サイズを欲しくなるじゃないですか。はい、はい、だけどその置いとくにしても飾るにしてもなんか費用対効果が薄いというあれっすよ、あのよく本物の例えば刀とかが置いてある時ってこうなんか台みたいなのあるじゃないですか、あそこにこうそれこそライダー店みたいなあの飾り方とか、そうそう、ああいうのできればいいですけどね、うん、タイタンソードはあの昔のおもちゃのやつはあるんですけど、はいはい、こんなんですからね、うん、あ、まあ、ちょこんちょこんってちょこんまあ言うて子供用ですからね、うん、そこはしょうがないことですけども、サイズ感で言うならね、ディエンドライバー、ディエンドの銃、はいはい、とかあと恐竜ジャーの銃とか、はいはい、ガブリボルバー、ガブリボルバー、あの辺とかって結構サイズ感割といいですよね。あ、そうなんですか。でも小さいは小さいんだけども、そんなひどく小さくはないというか、剣形はなかなか難しいんですよ、やっぱりその子供用のおもちゃってなると、まあ、劣化大残党の子供用のおもちゃなんてもう絶対こう無理じゃないですか、目も当てられないこんなんですからねこれ劣化大残党なんですかまずあの劣化大残党のその、うん、本当の大きさの目のサイズが出たとしても、うん、置き場所に困る、うん、そうそうそう確かに持ってこうってやってみたいですけども、うん、これこの後どうしようって、うん、リケイドの剣、あれはなんか CSM でなんか出るみたいですね。持ってますよ。あるんですか。あのだからライドブッカーとベルトとがこの間届いて、あ、届いたんですね、早いですね。で、あの2つ合わせて4万円ぐらいっていうか、2万ベルトが2万円いくらで、そのライドブッカーが1万円いくらで、ああ、そのぐらいですね、うん、あれ確か動画で見たんですけど、ちゃんとあのカード出すときにあのそううんっていう音がするっていう、すっごいやってました。で、あの曲も流れるんですよね、ベルトのやつ。あ、そうなんですね、うん、トゥード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 ゥ
だからあのでやって曲流しながらカシャンカシャンってやって、で最後に曲終わりでシャキンってこの剣をシャキンっていうあの音も出るんで、あの刀身を触るあのシャキン、あれはでもねちょっと楽しいと思いますよ。楽しい、あの音が流れてヒーローごっこできるというか。ああ確かに、でもそれが醍醐味ですもんね。で曲もあのライド・ザ・ウィンドって、あのライド・ザ・ウィンド、あのほらディケイドが歌ってる曲があるんですよ。後半でバトル曲で流れてたんですけど、ライド・ザ・ウィンド駆け抜けろほほほほみたいな、なんか聞いたことあるような感じ、うん、あの曲好きだったんですけど、あれがちゃんと流れるんですよ。あのあれも確かそうじゃなかったですか、ギャレンの、うん、ギャレンラド、あれも確かブレイドの最後の方でそのギャレンの方が歌ってる曲が演じ、絡みそうですね。そうですあれも確かその大人用のやつで流れるって聞いたんですけど、うん、そうなんですか。あれ分かんないけど、それ持ってないですけど、なんか動画は、うん、ありましたよね、あの本人が遊んでる動画。そうですね、ギャレンラウザーも当時買ったんですよ。はいはい、ね、あの当時僕バイク乗ってたんで、おはい、あれ片手にこれちょっと行ったことありまして待ち合わせで、あれ持ってバイクで現れたことありました。暑いじゃないですかあの知らない人にとってはえって知ってる人のところですよ。そうですね、そう、まあでもこういうおもちゃとかも日々進化してますよね。進化してますね。我々の頃なんてしょぼいっていうか、今思っちゃうと思うんですけど ね。でもさっき言ったそのバイオジェット1号2号はなかなか子供ながらにすごい良かった気がするんですよ。もう今ないからあれですけど、うん、出来が良かった、いいおもちゃだったイメージがあるんですけどね。ちゃんとこう 2機が合体して、はいはい、やっぱあのロボットは欠かせないですね。そうですね、戦隊ものに、うん、まあ若干早送りしたくなる時ありますけどね正直あんまりロボット戦に正直あんま興味なかったりするんで。ああまあ確かに、うん、あのマンネリする部分も確かありますけど、ね、まあ、お約束ですからね、うん、倒しました、巨大化しました、うん、よし我々もロボット呼ぼうっていう。それこそさっき言ってたそのゴーバスターズみたいになんかこうこだわりがあるとかっていうのだったらあれですけど、はい、下手すると本当にただただ大きくなりました、ロボット乗りました、やっつけましただけの下りになることが結構あるじゃないですか、うん、まああれあるときます、うん、もしかしたらもうそういうのがちょっとマンネリ化してたのもあって、うんうん、ゴーバスターズでそうですね、ちょっと力を入れてみようっていうのもあったかもしれませんね。最近また CG の対応もあって今年もそうじゃないですか。はいはい、うん、迫力も全然変わりましたよね、前と。そうっすよね、確かに、うん、あのあれじゃないですか、去年の前回じゃあの、うん、全部合体したやつ、あれ全部 CG じゃないですか。そうですね、フル CG でしたね。そうです、あれはあれすごい良かったなと思ったんですけど、うん、着ぐるみっていうか、うん、そういうのがなんか一切なかった気がするんですけど、あのあれはなかったですね、きっとテレビでは出てきてないですよね。ですよね、その前の例えばあのジュランとガオンが合体した、うん、あの時とかはありましたけど、うん、はい、全部合体しました、あの時はもう一切それを見なかったなと思って。すごい何でもできちゃいますもんね、動きとかも。ですよね、うん、まあ、それがあの CG の醍醐味ですよね、うん、人間じゃありえない動きができるっていう。たまにはいいですね、全部そうなっちゃうとちょっとなんか寂しい気もするけど、うん、確かに。でもこれ鬼退治もほとんどあれじゃないですか、 CG じゃないですか。いや一応その着ぐるみみたいなのもあります、はい、あったり、それのだから半々ぐらいですかね、うん、CG 出す時っていうとあれですよ、多分空飛んでる時とか、はいはい、あと必殺技決める時ですよ、うんうん、桃がポポポポポポンって出てきて、あれ毎回見るたび笑えるんですけどね。最近日曜日の朝にちゃんと見てるんですよ、割とあのリアルタイムで。リアルタイムで、でも日曜日の朝だとどうしても寝ちゃうんですよね。ああ、だから後でもう一回見るっていうパターンが多い、うん、僕もです